大阪オートメッセ2024で中国の新興ブランドスモールスポーツカー小さいスポーツカーの中国語の日本訳が開発した小型 BEV スポーツカー SC-01 が日本初展示されましたこの車はその鮮烈な赤色ボディとコンパクトながらも本格的なスポーツ性能で注目を集めています SC-01 は全長 4105mm、全幅 1830mm、全高 1160mm のサイズに、2500mm のホイールベースを持ち、プッシュロット式サスペンションを採用しています。前後に配置された各 160kW のモーターにより、最高出力 428HP、 最大トルク 560nm を発揮し、例、時速 100km 加速は2.95秒という驚異的な性能を持っています。この車の開発には IT 大手、シャオミからの、出資を受けているアマツ市の交渉派記者会議が関わっており、中国初の量産型パイプフレーム車として位置づけられています。また、 前輪駆動、後輪駆動、四輪駆動の切り替えが可能で、60kWh の三本系リチウムイオン電池を搭載し、CLTC 方式で 520km の航続距離を実現しています。内装はスポーツカーらしくシンプルで、ディスプレイはインストルメントパネルのみに限定されています。また、ハンドルにはウィンカー、 等軽い、ワイパーなどの操作ボタンが配置され、ハンドル中央ではなく右側にあるダイヤルで警笛を操作します。シートの間にはサイドブレーキのレバー、パワーウィンドウスイッチ、セレクターのダイヤルが配置され、走行モードの切り替えや電子制御、ドアロック、デフロスター、V2L、社外放電、 ハザードボタンは頭上で操作する設計となっています予約価格は30万元放火換算約626.6万円以内とされその価格帯でこの性能を持つことが注目されています中国以外でも欧州各国での販売手続きが進められており全世界ですでに7500台の注文を受けているとのこと さらに、この車は日本での販売も予定されており、その実現が待ち望まれています。大阪オートサロン2024で注目を集めた小型 BEV スポーツカー SC-01 は、2025年の年初に日本での発売が予定されており、その販売は置きず紹介によって行われる見込みです。置きず紹介は、 年間数百台の販売を目標に掲げつつも実現可能な目標として初年度は年間100台の販売を目指しています価格に関しては800万円から1000万円の範囲内に設定される可能性が高いとされていますがまだ詳細は確定していません日本での販売にあたって最大の課題は 認証段階にあります中国は58協定の加盟国ではないため、中国製自動車が日本で行動を走行するためには、日本国内の厳しい保安基準への適合が求められます。これまで中国製自動車が日本で走行する例は少なく、主にメーカー主導での販売が行われていた例、後期や BYD などは、 適合や認証のプロセスが比較的スムーズでした。しかし、SC-01 の場合は、メーカーが正式に日本で販売を行う形態をとるため、すでに適合や認証に関する各種手続きが進行中です。スポーツ性を重視した BEV として、SC-01 はその貴重な存在感で日本国内でも、 大きな注目を集めると期待されています。